こんにちは、香川です。香川チャンネルへようこそ。白猫プロジェクト2周年記念がやってきました。6時から待機してた。6時になっても来なくて、7時8時9時つうわけで、もう寝るって寝ようとしてちょっとだけ入ってみたら21時15分に更新が来ました。2周年記念のソード・オブ・ナイツ宅さで者たち9人の騎士たちが活躍するそうです。序章を見た感じではシャルが足を踏まれてたんでね、ちょっとあいつぶっ飛ばさんとダメだなということでシャルを当てなければいけない。あとは何かあるかな。ウォルターフォームチェンジしてるのか。でも残念ながらウォルターは欲しくないんだよな。欲しくない時に限って当たるっていうね。いろんな結構いろんなことが起こってる。 EX ソウルボードとか星3バリアントキャラがガチャに登場。これはちょっと悲しいな。やったロード来たって思ったらこの2人だったみたいな可能性もあるんですわ。悲しい。この日のためにジュエルを1177個集めた。中途半端だけど集めたんだ。これは島のようだ。結構な広さ。何個あるんだろう。100魔球かな。さあガチャを見てみようか。ここで俺登場。ディーンさんですよ。結構なイケメンですよ。テイルズに出そうなキャラクターですよ。カレンさんですよ。スカート短すぎですよ。むしろ見えてるよ。結構可愛いんですわ。当てたい。ジュダですよ。小安さんですよ。マイクに口の近くにマイク持ってたらしい。ウォルターさんですよ。ウォルターといえばヘルシングを思い出すけど違う人です。出番ですね。ソフィーさんですよ。めっちゃ可愛いんですよ。なんだこの可愛い姫様は。王女当てないと。リアムさんですよ。主人公かよっていうかっこよさですよ。クライブさんですよ。クライブさんは実はあんまり知らないんで当たってほしくないんだけどな。ブルーアイズホワイトドラゴンみたいなの持ってる。ここで俺登場。あれ一周したけどミハテのキャラが出なかったぞ。どうなってんだ。カレンさんは当てないといけない。カレンさんとあれもしかして出ないまま終わるんじゃないか。どうなってるんだ。お世話になっております。2周目入ったけどおかしいぞ。出てない人が2人ぐらいいるんじゃないか。出番ですね。ソフィーさんは当てるぞ。出てない人は2人くらいいるはずだ。この後出なかったらもう一回ガチャショップに入り直そう。どうなってんだ。なんかこのままなかったことにされたら嫌だな。おいどうしよう。これずっとディーンさんから始まるじゃないか。ディーンさんってずっと続いたらシャルとかは。シャルさんどうした。これ出るキャラ出ないキャラ。下にはケイシーさんがずっといる。飛んでもケイシーになるんだ。おかしいな。さっき見た時はジュダの次に来たはずなんだけどな。どうなってんだ。お世話になっております。来ないぞ。どうなってんだ。放送事故か。おかしいな、おかしいな。出なかったらちょっと泣くしかない。なんでやって。出番ですね。ソフィーさんだろ。ウィラムさんだろ。これで一周。そんなバカな。おい、どうなってんだ。登場しなくていいって。ロードが入った。何か来てる。お知らせ何もないな。不具合言ってまくってるじゃないか。さあもう一回見て出なかったらちょっと11円をするしかない。カレンさんは当てるぞ。カレンさん当てるまでやるぞ。でも島がねいっぱいあるからジュエルいっぱいもらえるから課金はまだちょっと待っておこう。そのうちちょっとずつ貯めて引く感じでいこう。課金しまくっても当たらなかったら意味ないからな。あれさっきは出たはずだぞ。どうして急に出なくなった。あ、順番変わった。やっぱり出る順番って違うのか。来た。シャルロット。脇、へそ、太もも。最高である。脇、へそ、太もも。出番ですね。ということで、この3人を狙っていくぞ。まず1回目の11連。あれイケメンさん髪の毛切った。あれ気のせいだな。さあ行くぜ。まず11円合ってるよな。間違えて下引かないよな。行くぜ11円。まずはロードが出ることをね。ロードが出ないとね俺も泣くしかないんだ。キャッシュ削除とかしないから。さあ行くぞ GO。 ほう出た。ロード出た。でも星3のバリアントの可能性もある。1234567お来てるぞ。788か。来てるんじゃないか。これはいきなり8人出たりしていきなり8人。ちゃんとおおダメだった。うわーこいつがロードだ。こいつがロードだ。来たーやったー。1人目。なんだこの激運は。1人目。ソフィさん。ちょっと数えてなかった。この子星4になって出てほしいな。あ終わり。新たに2人。ソフィーさんが来た。ありがとうございます。あと2人狙ってるのはあと2人。行くぞ。まさか出るなんて1回目で。来い。ちなみにシミュレーターでは15万円で全員揃ったって。15万円って。行くぜ。来いロード来いロード来い頼むロード来いロード来いロード。なかったん。9も金マント。来てるけどロードなかったん。ロードがない金マントに用はない。研究室ありますか。かわいいね。ロードのない金マントに用はないわ。ロードなくて星4なんて来たことないはずだから。介しておこう。あと2回だ。あと2回だ。頼むぞ。次は。来てくれ。来てくれ。頼む。頼む。頼むぞ。まずはロード。ロードはよ。来い。ロードはよ。ロードはよ。ロード来たー。ロード来たけどまだ星3のバリアントの可能性。あれ ?1 しかない。2。2しかない。2しかないぞ。3しかないぞ。4しかないぞ。5。5か。星3バリアントの可能性。いやでもさすがに来るだろう。今までの強運で、今までの強運で来るはずだ。シャルが来るはずだ。シャルが来るはずだ。あれれん、ロードとは何だったのか。ロードとは何だったのか。ロードとは何だったのか。あれ本当にロードとは何だったのか。よっしゃー !2 人目来たー、やったぜ。ああ、シャル単品狙いだ。シャル単品狙いになってもうた。ありがとう。ありがとう、カレンさん。パンツめっちゃ見えてる。黒パンツ。スパッツなんかな。めっちゃ見えてるけど。さあ、あと1回プラスアルファで、シャル単体狙いを。単体狙いしたくない。嫌だ。嫌だ。ガチャシミュレーターでは15万円で最後にシャルが出たっていう。ガチャシミュレーターでは15万円だったんだ。頼む、紙引き来い。紙引き来てくれ。いつもの俺なら来るはずだ。来るはずだ。行くぜ。ロード来い。ああ、来なかった。ロード来ない上に、金マントがない。金マント1、2、3。3って。3手なんねん。まあ見ても意味がないから。そう。脇、へそ、太ももって言いたかったよ。やった、飽きた。脇、へそ、太ももって言いたかったのに。研究室ありますか？ちょっとびっくりした。金髪だったからちょっとびっくりした。もうないから単発をいくしかない。単発は1234何回来てるんだ。567いくぜ。単発ゴー。ロード来い。ロード来なかった。ビー金髪でびっくりした。いくぜ。ロード来い、ロード来い、ロード来い、ロード来なかった。ロード来なくてもな。さらに金ですらない。まだだ、あと5回。あと5回ある。ロード来い、ロード来い、ロード来なかった。金ですらないが続くぞ。金ですらないが続くぞ。あと4回。ロードどこあるか。星たぬきすら出なかったぞ。金だけど星たぬきすら出なかったぞ。ああ、ワンワンとかいいんで、あと2回なんで、せめて金を1人、せめて金を1人。ああ、でもね、ここで紙引きするのは俺である。紙引き行くぜ。紙引き行くんだ。来い。ゴー。紙引き来い。ああ。残念。金だけど。一人でいいっつーな。そうか。二人。ここで俺登場。1117。使って星4、2人でした。まあ、出てほしいキャラが出たのは、2人出たのはすごく嬉しいんだけど、ちょっとな、ちょっときついよ。きついもんがあるな。見てみよう。パーティーで見てみよう。編成そう、星4が多くなってきたな。あなたと共に戦えること誇りに思います。オート好きそうか、何も分からない。この2人が出ただけでも、この2人が出ただけでもね、まあね、いいんじゃないかな。びっくりしたー !EXO リモート解放。10% 以上で即死回避。オートスキルが精神統一、アクションスキル 100% アップ。ファフナーがいると早急の移動速度 100% と攻撃速度が 30% アップ。ファフナーってなんだ。そうしか、そうしを呼べばいいのか。もう一人誰だったっけ、忘れた。あんまり見てないから忘れた。こっちは間違えた、間違えた。チャージ時間 50%、50% か。スキルかなんかで 100% までカットしてほしいな。お、10% 以上で即死回避ないとな。50以上で会心攻撃移動速度 50% アップ。チャージがもうちょっと減らしてほしいな。チャージをもうちょっと減らしてほしい。スキルできっとどうにかなるはずだ。スキルのあれやってみるんだったっけ。まあいいや、攻略サイトで後で見よう。ということで1117使って欲しいキャラが2人出ました。シャルのために頑張ります。エクルでいつも島走ってるっていうだけです。ということで今から必死にここを回るかな。ここを回って多分200、300、400ぐらいまで行くんじゃないかな。また引くとしよう。それではその時までバイバイ。